アーロン・レノン、アーロン・ジャスティン・レノン、アーロン・ジャスティン・レノン、1987年4月16日隊は、イングランド・ウェスト・ヨークチャー州リーズのジャペルタウン出身のサッカー選手。プレミアリーグ・バーンディー・ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。イングランドでは、スピードのある選手の一人であると考えられている。身長は165センチメートルで、 プレミアリーグに所属する選手の中で最も低い部類に入る。イングランド、アイルランド、ジャマイカの血を引く。両サイドのウィングを務めることができる選手であるレノンはリーズユナイテッド AFC でプロしてのキャリアをスタートし、2003年8月にホワイトハートレインを行われ、1から2で敗れたトッテナムホットスパー、A、FC 戦で16歳と129日という、 プレミアリーグの最年少記録となる若さでデビューを飾った。彼はそれまでリーズが提携しているボストンスパスクールで学習しトップチームでデビューするまでの間はリーズユナイテッドアカデミーに在籍していた。2001年の14歳の誕生日にはアディダスとスパイクのスポンサー契約を結び最年少で契約を結んだ選手となった。レノンがリーズで記録した唯一のゴールは 2004年のボクシングデーに行われ、3から2で勝利したサンダーランド AFC 戦で決めたものである。兄のアンソニーもリーズのアカデミーに在籍していたが、トップチームに昇格することは叶わなかった。リーズは財政難に陥っており、レノーンは2005年の6月上旬に50万ポンドでトッテナムホットスパー FC に移籍することになった。 スパーズでのデビューは2ヶ月後の8月に行われたチェルシー FC 戦である。2006年3月18日にセントアンドルーズスタジアムで行われ2から0で勝利したバーミンガムシティ FC 戦の後半開始早にゴールを決めスパーズでの初ゴールを記録した。レノンはトッテナムファンのお気に入りの選手として知られており2008から09シーズンにはクラブのファン投票による 年間最優秀選手にバレた。レノンは2005から06シーズンと2006から07シーズンのピーフ年間最優秀若手選手賞にノミネートされたが受賞は逃した。2007年1月には週休2万ポンドでトッテナムと5年半の契約を結んだ。2009年3月には2014年まで契約が延長された。2008から09シーズンも活躍をし、 ピーフ年間最優秀若手選手賞にノミネートされたが、アシュリー・ヤングが受賞した。2009から10シーズンは、ウエストハム・ユナイテッド FC 戦、バーミンガム・シティ FC 戦でゴールを決め、チームは4連勝で順位に立ち、リーグタイトルを獲得した1960から61、シーズン以来の最高の数頭を切った。2015年2月2日、出場機会を求めて、 エバートン FC へ、レンタル移籍。9月には、完全移籍が決定した。2017年2月11日のミドルズブラ、FC 戦以降は、欠場が続き、4月30日に、道路で20分以上も立ち尽くしていたところを警察に保護され、そのまま、精神病院に搬送された。ストレス性疾患の治療中と発表されたが、7月には、復帰を果たした。 2018年1月23日、バーンリー FC へ完全移籍。2005年10月に初めて U-21 イングランド代表に招集され、2006年5月8日には A 代表での出場経験はなかったものの、2006FIFA ワールドカップに臨むイングランド代表メンバーに選出された。2006年5月26日にマデースキー。 スタジアムで行われたベラルーシ代表とのワールドカップに向けた調整試合には B 代表として出場し1から2で敗れ走ったもののマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた A 代表デビューとなったのは6月2日に行われ6から0で勝利したジャマイカ代表戦であり後半から交代で出場したワールドカップではグループステージ第2戦のトリニダード・トバゴ代表戦に交代で出場し デノンとウェイン・ルーニーがピッチに入った後に2ゴールを挙げイングランドは2のゼロで勝利した。指揮者やファンの中にはデイビッド・ベッカムではなくデノンを起用するべきがとの意見を持つ者も,もあった。準々決勝のポルトガル代表戦ではベッカムの負傷により出場機会が回ってきたが PK 戦を前にジェイミー・キャラガーと交代した。 エウロ2008予選のアンドラ代表戦では交代で出場し、ファーストタッチでピーター・クラウチの2点目をアシストした。2007年3月24日のアンドラ代表戦で初めてスターティングメンバーとして出場し、4日後のアンドラ代表戦でも再び先発メンバーに選ばれた。しかし、その後は2009年3月28日に、 ウェンブリー・スタジアムで行われたスロバキア代表戦まで出場機会は与えられなかった。2009年4月1日に行われたウクライナ代表戦にもスターティングメバーとして出場したが、両試合ともベッカムと途中交代した。トッテナムで好調を維持していることもあり、親善試合のスロバキア代表戦とワールドカップ予選のクロアチア代表戦のメンバーに選出された。 クロアチア代表戦では3アシストに加え、PK を獲得するなど4得点に絡む活躍で、イングランドのワールドカップ出場が決まる試合の勝利に大きく貢献した。トッテナムでは長年にわたって、右サイドハーフのポジションを守ってきたが、トッテナムがレノンを獲得した、際の遺跡金はわずか50万ポンドであった。また、トッテナムホットスパー FC 遺跡時には、 マンチェスター・ユナイテッド FC や、リバプール FC と争奪戦になったことも、明らかになっている。レノンについて、フランク・アルネ戦は、私は PSV ・アイントホーフェンで、ロナウド、アリエン、ロッペン、ヤープスタム、ルート・ファン・ミステルローイといった選手たちの遺跡に席、はてきた。アーロンはその上を行くよと評価している。また、グレグ・アボットは、アーロン・レノンの才能に気づくニノは、 3秒で十分だった。今や90分間、強胆の連続だ。彼はいつもサイドで相手選手を抜き去っていく。だが、私は4から2から3から1でセンターフォワードを置いたトップ下でプレーできると思っているよ。彼の読みは評価されているよりずっと素晴らしいからね。と評価。上場段はまだまだ上手くなるよ。みんな彼がまだ25歳だってことを忘れているね。 ウィンガーってのは試合に入っていくのが難しいんだ。だがアーローンはどんどんその道を切り開いている。と語り、さらにアンドレビラス・ボアスも彼の存在は非常に重要だ。時として彼の活躍は見過ごされることもあるが、自分のパフォーマンスがもう一段向上できると本人は分かっていると評価している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。